SOS, SOS, SOS はかつて船舶を中心に用いられていたモールス符号による遭難信号である。現代では遭難に限らず助けを求める合図として使用されることがある。遭難信号は半世紀以上にわたって国際条約の無線通信規則ではとされてきた。その間、SOS という語は単なる通称に過ぎなかった。 遭難信号は1905年ドイツの無線規則に採用されたことを行使とする。それまでドイツ戦が使ってきた全局呼び出し符号の末尾を雑音や渾身により聞き逃さないように絵描えてこれを遭難信号として定めた。は、一回のモールス符号としては長く、決して緊急時に打ちやすいとは言えないし、また隠し通信略号を多用する。 無線通信誌にとって特段に、これが覚えやすい符号とも言えない。また雑音や渾身に不利なドットの数がダッシュよりも多い。それにもかかわらず、このような符号が考案されたのは、全局呼び出し符号をベースにして改良されたことによる。遭難信号は、周囲の無線局に遭難の事実を知らせるのと同時に、全曲に通信中止を求める符号だった。 なお条文中では、SOS という語を使っていない。ドイツのベルリンで1906年に開催された第1回国際無線電信会議において世界共通の遭難信号が定められ、1908年7月1日に発行したが、やはり SOS という語は使わなかったは遭難の事実の通知と周辺各局へ通信中止を求める符号である。 そして制定以来50年以上にわたって国際的な無線通信規則上の遭難信号は一貫してである。国際条約の無線通信規則の条文にという語が盛り込まれたのは非常に遅く1959年だった。それは同年にジュネーブで開かれた無線通信主管庁会議で改正された無線通信規則の第36条で 1961年1月1日に発行した。すなわち1960年12月31日まで SOS は単なる通称である。なお無線通信規則の条文中ではないが、1947年に開かれたアトランティックシティ国際無線電信会議で、付属無線通信規則の付録第9号、無線通信用書種の略号及び符号の第2説。 逆符号2という語が初めて登場している。発行したのは1949年1月1日だった。日本の無線開発は、低新省が海軍省に協力する形で進めた。そのため先に、無線電信を実用化したのは海軍省である。海軍省は1901年、明治34年、日本初の無線通信規則。 無線電信通信取扱規,規則第18条の略符号で、遭難信号に相当する故障、危険ありなら、を定めた。やがて日露戦争、1904から5年の海戦が近くなると、海軍無線への渾身防止の観点により、低信省の無線研究は中止となり、公衆通信サービス、無線電報業務の創業はさらに遅れてしまった。省は、 調子無線電信局 JCS 海岸局と東洋汽船所属の天洋マルティ船舶局による公衆通信サービスを創業するために無線電報規則とその会規定であって気球信号を,を盛り込んだ無線電報取扱規定を定め1908年明治41年5月1日に施行した1908年7月1日に発行する ベルリン第1回国際無線電信会議の国際無線電信条約付属業務規則第16条にはという語が使われていないことに補調を合わせ、この語を使わなかった。ただしこの無線電報取扱い規定に関して言えば、1925年、対正14年の改定の際よりを使い始めている。低新省が公衆通信サービスを創業したため、これまで海軍無線電信所から、 海軍艦船へ送っていた軍用通信に相当しない日々の艦報などは海軍省が停心省に電報料金を払って停心省の公衆通信サービスを利用することとなった。停心省の海岸局と海軍省の艦船艦で無線電報が交わされるため海軍無線電報取扱規約を定めその第八条に気球信号を盛り込み両省で整合を取った。 日本の無線は、電信法で、政府が干渉するとされていたが、1915年、大正4年11月1日に施行された無線電信法で、民間企業、私学校、個人による施設無線を認めた。合わせて施行された、施設無線に関する規則、施設無線電信規則の第22、23条にある、船舶気球符号は、 国際条約の無線通信規則に準拠し、とはしていない。上記、施設無線電信規則に代わる、新たな、施設無線電信無線電話規則が1933年、昭和8年に作られたが、やはり遭難信号にという語を用いていない。本規則は1934年、昭和9年1月1日より施行され、 という号採用しないまま太平洋戦争の終戦を迎えた。そして終戦後の1950年、昭和25年6月、新しい電波法の下に施行された、最初の無線局運用規則の第76、80、82、85、89条の条文中、及び別表、第2号の2において、ようやく遭難信号が登場したのである。 2018年、平成30年時点では、電波法第52条第1号にある、遭難通信に使われる、遭難信号として、総務省令無線局運用規則の、別表、第2号の2の、1、2が残っている。モールス符号には、遭難信号のように長いものは、定義されておらず、これを文字にすることはできない。そのため、新聞、雑誌では、 表記に苦慮するし、また口実するにしても、を、その都度、ドット、と、ダッシュ、で、ドドドダダダードドド,ドと発生するのは煩わしい。そこで1909年頃より、を便宜的にいくつかの塊に分割されている、ものとみなすことで文字化し、また口実するようになった。例を挙げれば、下表のようにいろんな分割法が考えられるが、最終的には、ドット群、と、ダッシュ群、 に分割した SOS が一番シンプルという理由で、新聞などの文字メディアを通じて広まったとされる。すなわち、たまたまドット群が S で、ダッシュ群が O であったに過ぎないという。SOS という単語は、お文字化や口述するための便宜的な手段、通称として、非常に早い時期より、一般人は元より無線通信士、無線技術者、 電波行政関係者に至るまで広く受け入れられている。時に SOS がセーブアワーソルズ、我らを救えやセーブアワーシップ、我が船を救えの略と言われることがあるが、これらは1912年のタイタニック号沈没事故の頃に考案されたもので、後付けである。しかし v 七三倍と VTB、SOS、イニー、ユトド等と多くの分割法があるにもかかわらず、 SOS が選ばれ、それが広く指示されたのは、単に分割の単純さだけではなく、当初の頃より、センドアウトソッカー、救援の送信、あるいはサスペンドアザーサービス、他の通信は沈黙制よ、ストップアザーサービス、左の等の遭難信号としてふさわしいフレーズ、語呂合わせが作られ、語られていたからとも考えられるが、これについては検証されていない。 以下ここでは、音表記する海難事故にあった船舶が、無線電信により実際に救助された。最初の事例は、1899年4月28日に、ドーバー海峡の北入り口、の浅瀬に常時係留されている、イーストグットウィン島大船が、ノームの中を航海してきた、マシューズ号、SS、R、F マシューズに追突された事件である。船体を損傷した。 イーストグッドウィン東大戦は東大に無線電信で救助を求めて無事救出されたがこの時期にはまだ遭難信号というものを定めていなかった1900年4月25日にマルコーニ国際海洋通信会社が設立されたマルコーニ国際海洋通信会社は北ドイツロイド社の大型客船カイザービルヘルムデアグロッセ号スカイザー ビルヘルムデアグロザに無線局を開設して、同年5月15日より、世界初の会場移動における無線電報サービスをスタートさせた。1901年になると、キュナードライン社の大型客船ルカーニア号やその姉妹船カンパニア号をはじめ、続々とマルコ局が置かれた。こうして、会場移動の無線電報サービスは順調に発展していったが、 世界共通の遭難信号は1903年8月4日から13日にベルリンで開かれた無線電信予備会議で提案されたものが最初である。イタリア代表より遭難信号 SSSDDD の提案があったが採択には至らなかった。しかし会議終了後の1903年12月7日にマルコーニ国際海洋通信会社の無線局を 設置していたの、クルーランド号、ガーントウェルペンからニューヨークに向かって、アイルランド沖を航海中にステアリングギアを破損する事故を起こし、翌12月8日に、無線電信で救助された。クルーランド号は、無線電信で助けを求めた、最初の定期航路線である。幸い乗員乗客900名は、無事だったが、この事故で、専用の遭難信号を制定する。 重要性が強く認識された。マルコー二国際海洋通信会社は直ちにその検討に入り、1904年1月7日の社内通達第57号で自社の遭難信号を CQD と定めた。施行日は1904年2月1日だった。マルコー二社の遭難信号 CQD の CQ はオールステーション、全局 D はデンジャー、危険、または ディストレス、遭難を意味する。とマルコーニ自身が説明している。なお、CQD は、マルコーニ社の社内符号であり、他の無線会社には関係しない。一方で、ライバルのテレフン権者がある、ドイツ帝国では、無線電信条例、リゲイランデアファンクンテレッチラフィー・イム・ドイッチェン・ライヒ、1905年3月30日交付、を定めて1905年4月1日より施行した。 この無線法では全極呼び出し信号とは別に遭難信号を規定した。ドイツ線が全極呼び出しに用いていたでは E が1端点で緊急時に聞き落とす恐れがあるため3端点の S に変更した符号を新たに定めたものだった。これはドイツの規則であり他国の無線会社には関係しない。または意味のない超単の配列が先にできて 後になり、文字化されたが、CQD は意味のある文字から作られたという違いもある。文字に意味があるので、一回につないでしまう、ではなく、文字が聞き取れる、CQD、である。マルコーニ社の CQD やテレフン検査の、の他にも、1905年12月に、アメリカ東海岸で起きた、海岸事故ではシンプルに、ヘルプが使われるなど、無線会社間で、 遭難信号は統一されていなかった。また、日本艦船で初となる遭難信号は1904年、明治37年5月15日未明に海軍二等巡洋艦吉野が発したものだが、前述した故障、危険ありなら、不号が用いられたかどうかは不明である。1906年10月3日から11月3日に、ベルリンで開かれた第1回。 国際無線電信会議において、世界共通、無線会社共通の遭難信号の制定が、討議された。審議の際には、マルコーニ社の社内符号、CQD や、船舶で使われていた旗流信号の NC、遭難を、無線電信でも使ってはどうかとアメリカから、提案されたが、最終的には開催国ドイツの無線法で定めて、板が採択された。会議最終日。 1906年11月3日に調印された国際無線電信条約付属業務規則の第16条にはが規定され発行日を1908年7月1日とした条約調印各国は発行日までにそれぞれの国会で批准し自国の関係法規を整合させこれを実行に移すことになった日本は1908年 明治41年3月18日に、水密院で批准し、同年6月22日に交付、同年6月23日に官報で告示している。これに並行し、水密院で批准された直後の1908年4月9日、無線に関する法律、電信法のもとに定めた無線電報取扱規定の第6条に、気球が盛り込まれた。日本では、 気球と命名し、国際無線電信条約付属業務規則が発行するよりも2月早い1908年5月1日に施行されたのである。しかし、他社とは更新しないことを方針とする、マルコーニ社にとって他社との不合共通化など全く無価値だった。を定めたベルリン会議の無線規則が1908年7月1日に発行してもこれを使おうとはせず、 自社の CQD 規定をそのまま残した。マルコー2社の遭難信号 CQD が初めて使われたのは1909年1月23日、ニューヨークから北東へ 200km ほど離れたナンタケット沖で起きたロイド・イタリアーのラインのフロリダ号とホワイトスター・ラインのリパブリック号の衝突事故である。リパブリック号に開設されたマルコ MKC が CQD を発信すると、直ちにマルコーニ社の海岸局 MSC 及びホワイトスターラインバルチック号のマルコーニ局 MBS と連絡が取れ、駆けつけたバルチック号によって乗客1500人が救われた。無線電信が多くの人命を救ったと大いに注目を集め、リパブリック号の通信士は英雄となった。無線通信の商用化以来、しばらくの時代は、 船舶無線局のオーナーはその船を所有する海運会社ではなく無線会社だった。契約した船に各無線会社が自社の無線局を開設して自社の通信紙を配置していた。したがって丸高2社製の無線機を使う船というよりも丸高2社の無線局を開設している船とする方が誤解が少ない。またこの時代の丸高2社の無線局は丸高2の頭文字。 ゲームで始まる3文字のコールサインを使用していた。を初めて使ったのは、1909年8月11日、ニューヨークからジャクソンビル、フロリダ州に向かっていた、アラパホ号、SS アラパホへの局、VBE が、ハッテラス岬沖で、プロペラシャフトを破損した際に、無線電信で救助を求めたところ、ユナイテッドワイヤレス社ハッテラス、岬海岸局へ a 営及びクライドライン。 ヒューロン号、SS ヒューロンの、ユナイテッドワイヤレス局、VH と連絡が取れ、全員救助された事故だったとする説と、1909年6月10日、アゾレス諸島沖でナンパしたキナードラインの、スラボニア号、のマルコーニ局マバが発信したものだという説がある。アラパホ号の事故では、翌日の新聞各紙が、同号の,の発信を伝えている。しかしスラボニア号の事故の場合、 直後の新聞各紙は、スラボニア号が CQD を発したと報じている。スラボニア号の沈没から1年も後になって、同号がを発したとする記事が、雑誌、モダンエレクトリックス、1910年9月号315ページ、や新聞、リンカーンデイリーニュース、1910年8月1日1ページ、に登場した。特に、モダンエレクトリックス紙は、 スラボニア号 SOS 説の出典元として使われることがあるが、モダンエレクトリックス紙には事実検証できるものが一切示されておらず、現在もなお検証がなされていない。アラパホ号の事故から半月後の1909年8月26日に、起きたアラスカ汽船のオハイオ号の事故でも、同船のユナイテッドワイヤレス局 AOA を使っている。 その後も、1909年11月のノールマハル号、1910年2月のケンタッキー号、1910年3月のタグス号、1910年7月のモムス号等の事故において、ユナイテッドアイヤレス社は、国際的な遭難信号を使っている。が広く知られるようになると、悪質な偽事件が起きた。1910年10月23日夜、ロードアイランド州、 ニューポートの税関関指定アクシネット、アクシュネット号、区が、オクラホマ号、SS オクラホマの、ユナイテッドワイヤレス局 QB が発する、遭難信号を受信した。遭難地点が聞こえなかったため、ナンタケット等大船無線局にも協力を要請し、オクラホマ号を求むこしたがコンタクトは取れなかった。しかし、複数の周辺局が、オクラホマ号のを聞いていたため大騒ぎになったのである。 オクラホマ号は J.M. ガフィーペトリウムカンパニー所属の船で、新聞社の取材に対して、46名の乗員で19日に、ペンシルバニア州フィラデルフィアを出港し、テキサス州ポートアーサーへ向かっており、最後の連絡は10月21日19時で、ハッテラス岬沖だったと明かした。するとが受信されたニューポートとは、反対方向へ4日間も進んでいることになり、 遭難信号の信憑性が疑われ出した。そして翌24日夜、東のオクラホマ号からポートアーサーに向け、メキシコ湾を安全航行している。と、連絡があり、昨夜のが悪質ないたずらだったことが判明した。このように1910年には遭難信号としてが一般的になっていたにもかかわらず、マルコーニ社が CQDE を使い続けたことで知られているのが飛行船号の遭難事故である。新聞社の社員であり、冒険家でもあるウォルター・ウェルマンは1906年により飛行船で北極点を目指していたが、1909年4月6日、ロバート・ピアリーの犬ぞり探検隊に先を越されてしまった。そこでウェルマンは飛行船アメリカ号で世界初の大西洋横断飛行を計画したのである。 1910年6月、飛行の様子を無線電信で逐地新聞社へ届けるために、米国マルコー2社と契約を交わし、無線機とアンテナがアメリカ号に取り付けられた。1910年10月15日の朝、アメリカ号でアトランティックシティを飛び立った通信誌は、米国マルコー2社のシアスコンセント海岸局、MSC で働いていたジャック・アーウィン、ジャック・アーウィンだ。 初日は飛行も、無線連絡も順調で、米国東海岸沿いを北東へ、体験コースで欧州へ向かっていたが、間もなくエンジントラブルと暴風に遭い、南東へ、さらに南へと低空で漂流し始めた。アーウィン通信士は10月16日夕国より、CQD で助けを求めたが、うまく通信を確立できないまま長い時が過ぎていった。 1910年10月18日早朝4時頃、一隻の船を発見し無線で CQD を送ったが応答がなく、電気ライトでモールス信号を送ってみたところ反応があった。アーウィン通信士は自分たちが無線を装備していることをライトで伝えると、しばらくして無線で返事が来た。その船はニューヨークに向かっていた英国のトレント号号呼び出し符号。 RNR でアメリカ号の全乗員6名と猫1匹が救助された。空から初めて用いられた遭難信号は国際的なではなくマルコーニ社独自の CQD だったのである。1912年4月15日ホワイトスターラインのタイタニック号が沈没した際には銅線のマルコーニ局マジーが遭難信号 CQD を発信し後になっても撃った。 しかしその一週間前の4月8日、早朝、ボルチモアからボストンに向かっていたマッチェンツマイナーズトラッパートシャンズ社のオンタリオ号 SS オンタリオ呼び出し不号、9-2の事故でも遭難信号が使われているようにタイタニック号がお発した最初の船ではない。ただし、初めてを使用したマルコーニ曲に関してはタイタニック号に解説されたマジーだと言われており、 もしそうならば、前述したスラボニア号のマルコーニ曲マバが初めてを発したという説は自動的に否定される。なお他社と更新しない方針のマルコーニ社だったが、1911年6月より段階的に緩和され、1912年10月撤廃された。これに同期するかのようにマルコーニ社の CQ デイの使用は終了した。1909年の初、 CQD、初より30年目に当たる1939年の2月11日、ニューヨークのホテルアスターで開かれた、ベテラン無線通信士協会ベオーは、ベテランワイヤレスアパーイターソソシション第14回年次総会において、CQD を初めて発信し、リパブリック号とフロリダ号の乗員乗客を救ったジャック・ビンズ元通信士、およびを、 初めて発信しアラパホ号の乗員乗客を救ったハウブナー、ティードード、ハブナー元通信士にマルコーニメモリアルメダルの銀賞が贈られた。受賞式典には当時のフロリダ号の船長をはじめ救助に向かったバルチック号の船長と相談主任も招待されている。ベテラン無線通信士協会ベオーアはかつて自分たちが所属していた無線会社の垣根を越えた。 大役無線通信士の親睦会である。アラッパホ号のハウブナー、ティード・ D ・ハブナー元通信士が初のを打った J ・ H ・ベネルカンパニー製の電検とその時に同志が使用していたヘッドホーンは同志の家族によりミシガン州ディアボーンでエジソン学会が管理運営するヘンリー・フォード博物館に寄贈されている。1979年の 第11回国際海事機関 IMO インターナショナルマリタイムオーガニゼーション総会において最新技術を取り入れた新しい全世界的な海上遭難安全システムを確立することを決議しそのシステム検討に入った新しい全世界的な海上遭難安全システムは GMDSS グローバルマリタイムディストレスワンドセーフティーシステムと命名された 1988年11月 GMDSS を1992年2月1日より導入開始し、1999年2月1日に完全実施することを目標として、会場における人命の安全のための国際条約 SOLAS 条約の改正を行った。日本ではこの移行日程に合わせて1991年平成3年までに電波法、 電波法施行規則その他の関係書規則が順次改正された。1999年1月31日をもってモールス符号による遭難通信の取り扱いは廃止された。今では船舶からの遭難信号の発信には GMDSS による非常用一指示無線標識装置 EPIRB が航空機には航空機用救命無線機 ELT が使われている。 しかし自動化された GMDSS に移行したことで、遭難信号の誤発射が急増した。海上保安庁の発表によると2002年、平成14年から2006年、平成18年の5年間の遭難警報総数7802件中、誤発射が5702件もあった。また1999年、平成11年7月から2007年、 平成19年7月に発生した誤発射事件のうち795件について原因分析したところ3件の不明を除き約65%が乗組員の人為的なミス誤捜査418件及び整備不良95件約20%が危機不良161件約15%が不可抗力118件だった 1976年、昭和51年にリリースされたピンクレディの楽曲 SOS では冒頭に置かれたモールス不合音が問題となり放送できなかった。その後、冒頭のモールス不合音をカットしたものが放送されるようになった。しかしテレビドラママグマ大使、フジテレビ、1966から67年、昭和41から42年の主題歌では歌詞中に sos, sos と連呼する箇所があったが、問題なくオンエアーされていた。これは音声による遭難信号は命令であって sos ではないからである。しかし、その知名度は圧倒的に sos の方が高い。モールス符号による遭難信号が廃止されたとはいえ、助けを求める言葉、文字としてが広く社会に浸透しているため、形を変えて、 事故や災害現場で利用されることが少なくない。2014年、平成26年4月に、オーストラリアでサスに取り残された5名が砂浜に巨大 SOS を書いて、ヘリコプターに発見された事件や、2016年、平成28年8月に、ミクロネシアの無人島の砂浜に書かれた SOS の文字を、海軍の航空機が発見し、二人の遭難者が、 救出されたこともあった。また、日本でも東日本大震災や平成28年、熊本地震の際に、食料や水、負傷者の搬送などを求めるため、避難所となった学校の校庭や屋上などに、上空を飛ぶ飛行機やヘリコプターに見えるように大きくの文字を作っている様子が見受けられた。なお、国際民間航空機関、ICAO は、 国際民間航空条約の付属書中に、創作及び救難において、対空目視信号、グラウンド、エアービジュアルシグナルコードを定めており、シンボルには、リクワイアーアシスタンス、救助要す、という意味が与えられている。公益財団法人交通エコロジーモビリティ財団が、の文字と受話器や、押しボタンを組み合わせて、非常電話、 非常ボタンを表すピクトグラムを策定しており、JISZ8210 でも同デザインで採用され、鉄道車両内や鉄道駅などに表示されている場合がある。モールス符号の空の派生として、何かの信号を3回ずつ、一定間隔で繰り返すことで、救助を求める信号となる。例、光を3回点滅させる。笛を3回鳴らす。 銃を3回発砲する、石を3個重ねる、3本の棒切れを等間隔に立てる、周辺のものを燃やして3つの煙を等間隔に立てる、三角を描くように飛行する。また Apple 社が2017年、平成29年9月20日にリリースした iPhone の iOS11 から、緊急 SOS 機能が追加され、話題を呼んだ。これは緊急時にロックされた iPhone から、 警察、海上保安庁、救急や消防へ通報できるものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。